こんにちは、秋山さくらです。今日は、クリームパティシエール、カスタードクリームご紹介します。つい先日 NHK でもご紹介したクリームパティシエールカスタードクリームご紹介させていただきます。火にかけてからしっかり炊いてねです。はい、本日の材料はこちらです。いわゆる、クリームパティシエールというのはお菓子屋さんのクリームっていうぐらい、お菓子屋さんではもう絶対にある大切な大切な要となるソースです。そしてですね、意外とこの材料で、今日ちょっとバニラビーンズのさやとか入ってますけれども、なくても作れるものです。そうなると4つの材料で作れちゃう。ある程度小学校の低学年のお姉ちゃんとかだったらやろっかって言ったら材料が集まりますし、意外と10分から15分強でできるソースなので、家庭で楽しく作っていただけるお菓子メニューではないかなと思ってご紹介させていただきます。では早速作っていきましょう。ではまず牛乳をですね、加熱するんですが、バニラビーンズで香りを入れていきます。バニラビーンズって非常に高価なものなので、ご家庭で使う場合は別になくても大丈夫です。でこうなさやをですね、半分に割ると中から黒い粒のペースト状が出てきますから、それを包丁でチュ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 ってこそいでいただいて、牛乳の中に入れます。で加熱していくとですね、アンフィゼって言って香りがふわっと牛乳に移ってきます、ね、こうして沸騰直前まで持っていきます。隣のボウルで卵黄とグラニュー糖を混ぜます。卵黄はですね、砂糖と合わさった瞬間にですね、すぐ混ぜ合わせないといけないんですね。でザーって入れたら、ちゃって一回混ぜていただいて、一回このようにしたらですね、卵黄と卵白を砂糖をですね、しっかり混ぜ合わせていきます。これをですね、ブランシールと言いまして、もったり白っぽくなるまでここで混ぜ合わせます。混ぜ合わせる理由はですね、沸騰直前の牛乳を入れた時に卵に火が入らないように、空気でクッションのようにですね、火が入るようなためにやるわけですね。私お菓子作りはですね、比較的好きなんですけど、計量があんまり好きではないんです。でもやっぱりお菓子っていうのはですね、ピチッと数字を決めて、こうなったら OK とか、この時にこういうふうに変化してきたら火を消すとか、はっきりとしたですね、目安があったりしますから、フランス料理屋さんはですね、パティシエさんがいて、もうお菓子はもう専門的に作られるっていう、それを職業としている人もいっぱいいますから、レストランで出てくるデザートはアシェットデセールって言ってですね、作りたて、要するに組み立てたすぐ食べるっていう、ケーキ屋さんのお菓子はショーケースに並んで何時間か前に作られたものを販売したりしますけど、それがまたレストランのデザートとの違いで、また季節のものとかがあったりとかすると楽しみの一つでもありますね。というわけで、このようにしっかり白くもったーりもったーりもったーり白っぽーくなってきましたら、ここに危ない、薄力粉ですね、薄力粉をいって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 トン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 トこしながら入れていってあげてください。きめ細やかな、ダマのないカスタードクリーム作るためには、このこすっていう作業がですね、比較的大事です。
でさっくりとあんまり粘り気が出ないように混ぜ合わせます。はい、ここまで来ましたら、沸騰直前、外側がふつふつふつっとしてきた、だいたい90度ちょっとに行くか行かないかぐらいの牛乳をですね、一気にドーッと入れます。そして混ぜます。混ぜました。どうですか。はい、で混ぜていただきましたら、再度鍋にですねこの液体を戻していただき、ここから炊いていきます。大体ですね沸騰状態になって、まあ、すぐに温度、牛乳沸騰直前になってますからすぐふつふつとしてくるんですけれども、ポコポコしてからですね5分ぐらい炊いてあげるとですね、滑らかで、ねっとりた質感がなんとも心地いいカスタードクリームができるわけです。とはいえですね、カスタードクリーム作ったって何に使っていいか分かんないわっていう方多いと思うんですけれども、まあこのクリーム自体がですねお好きな方はそれをそのままベロ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 舐めてってもらっていいんじゃないかなと私は思うんですけれども、火力をね中火ぐらいにして焦げないように一生懸命炊いていきます。例えばですが、なんかちょっとパン、蒸しパンとかそういうのに挟んでいただいたりね、スポンジケーキを焼く時のカップに、生地とカスタードと生地入れて焼くと中にとろーっと熱々のカスタードクリームが入ったカップケーキができたり、クレープ、ミルクレープ、まあ代表的なところでいうとシュークリームといろいろ応用が効くわけですね。で実は私この間テレビで紹介させていただいたお料理がこちらでございます。はい、これが以前 NHK でやってですね、非常に秋元さくららしくない華やかだって評判になったデザートでございまして、このようなですねカスタードクリームを作ると、クレームディプロマットといいまして生クリームと合わせて、より少しリッチな仕上がりにしたクリームで作ったミルフィーユをテレビでご紹介させていただいたりしたこともございます。というわけでですね、子どもたちカスタードクリーム大好きですから、これ作ってですね冷蔵庫で保存していただいて3、4日ぐらいで食べていただければいいかな。で冷やすときにですね結構硬くなるんですよ、このカスタードクリームで使う前はペタ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 ってボウルなどでですね緩めていただけると少し滑らかな質感になりますから、アイスクリームにドーンと乗っけて、ただでさえ甘さ十分なアイスクリームがなお甘くなってですね、甘いの大好きな子どもたちがもううーわっつって喜んでくれるんじゃないかな待ってます。はい、大体ですね5分ぐらい炊いてツヤも出てきましたし、しっかり粉に、火が通りまして、このように非常に滑らかなソースができました。そうしましたら火を止めていただき、外側をしっかり剥がしていただきまして、これはですねじゃじゃん、氷をかませたバットです。そこにですね急冷するような、イメージで冷やしていきます。非常にですね温度管理がデリケートなクリームですので、すぐに冷やしてあげるようにしてください。よいしょ、あったかくても美味しいですし冷やしても美味しいです。であったかい状態に、あったかい状態で召し上がっていただくにはこのレシピ少し甘みが強いと思います。熱いと甘み感じやすいの で今回この冷たいデザートとして作ったレシピなので、もしあったかい状態で先ほどもいくつかご紹介させていただいたお料理の中でもあったかいお料理で
使いたいわっていう場合はですね、少し甘みを抑えていただく、砂糖でちょっと量を調整していただくと、程よく食べていただけるかなと思います。じゃーん、はい、このようにしっかりと冷えたカスタードクリームは、コシが切れるぐらい、粉の粉気が切れるぐらいしっかり炊いたものはこのようにですね、ビローっとラップがきれいに取れ、かつよいしょ、ひっくり返すとですね、ペロリーンとこのように、あ、ちょっと無理あったかな、やっぱりペローンとこのように、おお、はい、これが炊きが甘いとですね、結構ベロンと残っ、ベタッと残ってしまうんですけども、しっかり炊けてるパッ、カスタードクリームはこのようにペロンと剥がれてくれます。で、使うときにですね、こうやってさ、ベタ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 って緩めていただくと、このように少し滑らかになってきますから、この状態で使用していただけたらいいと思います。デザートで、以前こちらの紹介させていただいたときは、絞り袋に入れてこうチューッと、盛り付けたりしました。なのでこれをですね、ビニール袋とかに入れて冷蔵庫で保管していただいて、盛り付けたり使うときにこうチューッと絞っていただくと、使い勝手もいいかなと思います。できるだけ空気に触れないように保存してください。そして完成品がこちらです。リラ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 、あー、かわいい、ぜひ作ってみてください。はい、では早速食べてみたいと思います。カスタードクリーム、私はお酒が好きなんで、甘いものが意外と得意じゃないかと思いきや、甘いものも大好きでして、このベターっとした感じがですね、甘い。あ、おいしい。このまさか牛乳と薄力粉と砂糖と卵でこんなものができるとは、考えた人すごいのソースです。これだけでもぐっと温めていただいて少し緩まりますから、熱でとろっとしているのにですね、なんかこうディップして食べてみたりしても、いちごとかね、実際果物をディップしてもいいと思いますし、このようにやっていただいてもいいかなと思います。こちらのこの一皿の中にはですね、なんと3種類のソースが入っていて、カスタードクリームに、カスタードクリームに生クリームを混ぜたソース、ディプロマットというソース、そして生クリームにいちごを入れて泡立てたいちごの生クリーム、このソース、ソースをですね、層のようにしていて、ベロッといきましょう。いやー、これは喜んでたな、ゲストの方嬉しかったな。おお、ハーモニー、ハーモニー、ハーモニーなのかな、合ってるのかな。で、ミルフィーユを作ろうと思ったんですけど、家庭でパイを焼くのが結構難しかったんです。なので、パイをですね、もう思い切って崩す。でも組み立て型のデザートにしたらですね、多くの方から作ってみた、簡単だったっていうお声をかけていただきましたので、ぜひご覧になられた方は作ってみてください。そしてなんとこのカスタードクリーム続編がございまして、やっぱりカスタードクリーム作ったらシュークリームも作りたいというご意見がきっと多く、きっと出てくれるといいなという期待から、次はシュークリームを作ろうと思っています。いろいろシューは膨らまないとか問題があったりするんですけど、それをいろいろ簡単にご紹介できたらいいなと思いますので、ぜひご覧になられてください。お子さんとお子様と子供と子供たちと一緒に作っていただきたいナンバーワンソースです。
なぜならあっという間にできるし、加熱していく途中に濃度がいきなりドロ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 ってついていく感じとかは子どもたちが見ててものすごい興味を惹かれると思いますし、なんかこうお菓子を作ってるっていう、こう体感的にも感じてもらえるソースなので、材料も簡単です。ぜひお子さんと一緒に作ってみてください。というわけでありがとうございました。さよなら。バイバイ。ティッティキティッ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